はい、えー、こちらもね、押し入れから出てきました。懐かしいですね。燃えるお兄さんです。これ一貫なんですけどね。これ VHS の完璧100%ね、あの、一番状態の悪い、あの、レンタルお家ですね。これがほら、当時よくなね、あの、レンタルショップのあの、管理番号ですね。オリジナルのね、その、ショップのお店のね。これは、大丈夫かなちょっと待ってくださいね。うん。これはね、シールついてないね。これだいぶ状態悪いんですけど、これね、 ほら、もう色あせてるでしょ。<laughs> これと、まあ、こんな感じなんですけどね。間違ってたらごめんなさいね。確かこれね、もう VHS 化されてると思うんですけど、あ、ごめんなさい、えっと、DVD 化ね、されてると思うんですけど、で、今までね、僕何作か、あの、この DVD のね、昔のレトロチックのやつを紹介させていただいたんですけど、やっぱりね、もしこれが DVD 化されてたとしてもね、 あの、当時、その、表現してたことが削除されてる場合があるんですよね。で、やっぱりこういうね、アニメなんか特にね、もう、さっきのキョンシーもそうなんですけどね、昔のこのオールド的なね、あの、レトロチックな映画とか、こういうアニメの動画をやっぱね、ちゃんと見たいっていうマニアな方は、やっぱりね、これが欲しいんですよ。ね、たとえこれが、あの、進化されて、今風のね、企画の、その、 なん,ていうんですかね、ディスクとかで見てね、これより画像が綺麗になってアップされてたとしても、カットされてる部分があるんでね。うん、表現としては。で、そういうのがあるんで、あの、やっぱね、価値とか出てくるんですよ。で、これもね、えっ、ー、と、DVD 化されようがされてもいいがね、これもだいぶね、価値がついてます。うん。で、多分ですよ、もえるお兄さんのこの1巻、これレンタル落ちでもね、えー、オークション出したらね、えー、300円にはなると思います。 え、300円で、そんなもんちゃうの何言ってるのと思うんでしょ違うんですよ。皆さんね、一回調べてみてください。この時代の古いね、同じ時代のアニメが300円つくかってほとんどついてないですよ。もうね、もう目立ってるやつしかついてないです。で、これより古いやつでもね、ほな、あの、ついてる方は違うんですよ。ね。あーのー、要はね、何でもそうなんですけど、古ければつくわけではなく、切れかったら、あのー、 つくわけではなくね。で、これが DVD 化されて同じ内容だったら、まあ、要はね、あの、平たく言うとこれってもういらなくなるじゃないですかね。でも、今言ったように、実は VHS は VHS 時代の、あの、そのカットされてない部分があるからね。そういう意味で、こういうのが価値が見出されるっていうのがあるんですけど、これね、だいぶね、汚いはずですよ、ほら。<laughs> これが最強のね、あの、レンタル落ちのすっごい状態、ほら。 もう、レンタル一週間恩恵で帰ってたりね。今の子はわからないと思うんですよ。あのー、私みたいなね、40歳とか35歳ぐらいの人だったらね、昔、あ、暇になったら VHS 借りようかな、DVD 借りようかな、みたいな感じでね、あの、頭にあるんです。しょっちゅうね、あの、レンタルショップ行ってたら。で、このマークみたいね、多分、うわ、懐かしいって言うと思います。これを再生するんではなくてね、 この用紙的なね、ここを見るだけでね、うわ、覚えてる、レンタルショップ行って書いてきた、こんなマーク、こういうのシール貼られてたよね、みたいなね。また、こういうのがいいんですよ。ね。うん。まあ、こういうのはね、僕、あの、訴えしないんですけどね。ほら、ちゃんとね、巻き戻しをしてご返却ください。よくこんな変書いてたんですよ。<laughs> これを書くということは、もちろんあれですね。あの、巻き戻しない人間がいるから、こういうシールを貼るんですよね。 はい、今回ね、こちらのモイロお兄さんの VHS の紹介をさせていただきました。またね、多分ね、これ前回も僕揃ってたと思うんですけど、またね、出てきた時にあの紹介させていただきます。またね、僕の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。